カッスルフォードは、イングランド、ウェストヨークシャー、メトロポリタンバラオブウェイクフィールドにあるタウンである。人口は2011年の人口調査で4210人だった。キャッスルフォード、またはカースルフォードとも。歴史的に、ウェストライディング・オブ・ヨークシャーに属し、タウン中心の北では、カルダー川が、エアー川とエアーカルダー水路に合流する。カッスルフォードは、ローマ人の入植地があった場所である。 郊外のエアデール、カツアイク、フェリーフライストン、フライストンビレッジ、グラスジュトン、ハーフエーカーズ、ハイトーン、ロックレーン、タウンビル、ウェルデイル、ウィトウッドが歴史的カッスルフォードバラ内にある。カッスルフォードはプロラグビーリーグチームのカッスルフォードタイガーズのホームである。ウェルデイル炭鉱は1985年の閉山までタウンの炭鉱の一つであった。カスルフォードの歴史は ローマ時代まで遡る。考古学的証拠は、現代のカッスルフォードが、ラゲンティウムと呼ばれる、ローマ軍入植地の上に築かれていることを示している。ローマ人の骨壺が、今日のカッスルフォードで発見されており、この説に、さらなる証拠を与えている。ローマの一律家が、ビーンクロフトロードで発掘された。カッスルフォードにある、クイーンズパークは、アングロサクソン人によって使われた。 ラウンドハウスの証拠となる。これは、全入植地を見渡すことのできるため、戦略的地域だった。この地域の歴史としては、オリバー・クロムウェルの軍勢が、ポンテフラクト城を包囲した、サイのノッティングリーとフェリーブリッジの近くの野営地がある。オールセインツ教会19世紀、町のそばに炭鉱が開かれたため、カッスルするードは、人口が1000人から14000人に急成長した。 しかしながら、これらの炭鉱は20世紀に閉鎖された。フェリーブリッジ発電所とケディングリー炭鉱も、それぞれ2015年と2016年に閉鎖され、かつては、カッスルフォードの住民を雇用していた。グラスホートンにあるより、新しい倉庫と流通センターがこの地域の多くの、新たな仕事をもたらしている。2017年2月、カッスルフォード水泳プールが閉鎖された。 ポンテフラクト公園の近くでの水泳プールを含む新たな現代的レジャー施設の建設が提案されている。カールトンストリートはカッスルフォードの主要商店街である。小売りデザイナーブランドのバーバリーはカッスルフォードに工場を持つ。この工場はディーズに新工場が建設された時に閉鎖される予定である。トフィークリスプとアフターイツを40年間製造した。 大規模なネスレの工場は2012年に閉鎖され、土地を住宅に使うために2014年に取り壊しが始まった。カッスルフォードは以前はダンスフォードウェズレーテックス社の本拠地であり、最盛期にはカッスルフォードの3つの工場があったが、現在は全て生産を終了している。カッスルフォードには18世紀初頭から1961年まで当器製造所があった。 特筆すべきは、デビッド・ダンダーデールのカッスル・フォード・ポタリーで、カッスル・フォード型石器にその名を残す。カッスル・フォード市民会館カッスル・フォードは1894年地方自治法の元で1894年に行政カウンティのウエスト・ライディング・オブ・ヨークシャーに都市ディストリクト議会を持つ都市ディストリクトとして設置された。ホイット・ウッドとグラス・ホートンは1930年代にこの ディストリクトに追加された。この都市ディストリクトは1955年に都市バラとして法人化された。1972年地方自治法を受けて、この都市バラは1974年4月1日に廃止され、その後ウェストヨークシャーの大都市バラ、シティオブ、ベークフィールドのパリッシュが存在しない地域となった。カッスルフォードは、現在、ベークフィールド議会によって管理されている。 三つの選挙区、エアデールフェリー・フライストン、アルトフッツウィトウッド、キャッスルホード・セントラルグラス・ジュートンがタウンをカバーする。カッスルホード・グラスホートンにあるエスケープ・カールトン・レーンズ・ショッピングセンタータウンには他店舗ショッピングビレッジジャンクション32とレジャー複合施設エスケープがある。エスケープ内のスノズンはイギリス最大の本物の雪を使った屋内斜面がある。また、 レストランのフランキーベニーズとナンドスが出展している。また、スクリーン数14の映画館シナワールドは2018年に改装され、現在は4デラックス、スクリーンとスクリーン X を備える。カッスルフォードには屋外及び、屋内市場、カールトンストリートの商店街、大型ショッピングセンター、スーパーマーケットのアズダ、モリソンズ、アルディ、CO オパスがある。 カッスルフォードフォーラム博物館の入り口2013年12月、図書館及ぶ文化博物館のザフォーラムが新しい建物で開いた。図書館は元の場所が再開発されている間の2年間仮施設だった。タウンの中心にはパブ、バー、社交クラブがあるが、これらの多くは近年衰退してきており、娯楽は複合施設エスケープに集中してきている。 2000年には3県のナイトクラブがタウンの中心に位置していたが今日は残っていない。ライディングズ FM は1999年に開局されたカッスルフォードのローカルラジオ局である。ライディングズ FM はより広いウェイクフィールド地域に送信している。コミュニティと緊密な関係を持ち地元の事前募金活動に活発に関与している。タウンには ファイブタウンラジオと呼ばれるインターネットコミュニティラジオ局もある。地元の新聞ポンテフラクトカッスルフォード、エクスプレスは週間である。カッスルフォードは M62 モーターウェイからわずか0.93マイルしか離れておらず、A656 道を通じてジャンクション32でつながっている。ジャンクション31から同じモーターウェイに繋がる他の A 道路もある。 エアー側とカルダー側は、タウンのすぐ北西で合流し、エアーカルダー水路にも供給している。工業的水路ではあるが、観光事業も行われている。タウンには、ハラム線とポンテフラクト線の鉄道駅がある。すべての列車は、西から到着し、同じ方向に出発する。列車はかつては、バートンサーモンを経由して、ヨーク駅へと東へ向かっていたが、 火客輸送は1970年に終了し、貨物輸送だけのために維持されている。貸するードはリーズ駅への路線も持っていた。2016年600万ポンドをかけた新しいバス停が駅の隣に開かれ、バス停を利用する1日1万2000人の人々のための統合された交通拠点となった。タウンのグラスホートン地区にはグラスホートン駅がある。 ウェイクフィールドカレッジ、カッスルフォードキャンパス乳幼児と子供のための主な学校は、ウェルデニーインファントスクール、キャッスルフォードパークジュニア、モソーン、ヘンリームーア、タウンビルインファントスクール、エアデールジュニアーズ、オイスターパークプライマリー、フェアバーンビュープライマリー、スリーレーンエンズアカデミー、アクトンパスチャーズ、ハーフウェイカーズである。11歳から16歳の子供のための中等学校は、 キャッスルフォードアカデミー、エアデールアカデミーである。タウンでは、グラスホートンにある、ベイクフィールドカレッジのカッスルフォードキャンパスで継続、および高等教育カレッジを受けることができる。ウェルドンロードカッスルフォードは、ラグビーリーグの町である。地元のチームである、カッスルフォードタイガーズは1926年に、設立され、1996年に導入された。 新たなスーパーリーグの12の創設クラブの一つである。タイガーズという愛称とロゴは1922年に導入された。クラブはこれまでチャレンジカップで4回優勝し、スーパーリーグのリーグリーダーズシールドを一度でにしている。クラブは1927年以来ウェルドンロードを拠点としてきた。過失するほどには、海リーグに参加している、その他の2つのラグビーリーグチーム、 カッスルフォード・ロックレーンとカッスルフォード・パンサーズもある。タウンのラグビーリーグはカッスルフォード・ RFC によってもともと代表されていた。このクラブはカッスルフォード・ルーファックとは関係がなく1926年に設立された現在のカッスルフォード・タイガーズの前身でもない。カッスルフォード・ RFC は1896-97から19506シーズンまで北部ユニオンで、 プレーした。1970年6月から1980年7月まで、カッスルフォードは、カッスルフォードホーイットオットスタジアムを拠点とする、自身のスピードウェイレーシングチーム、ザ・キングスを有した。サーキットは202ヤードで、チームはリーグに参入することはなかった。グラスホートンウェルフェアが、ノーザンカウンティーズイーストフットボールリーグでプレーしており、 フライストン・コリリー・ウェルフェアは1991年にグラウンドの格付け問題によって離れるまでこのリーグの一員だった。1920年代、カッスルフォード・タウンがドンカスター・ローバーズ、チェスター・フィールド、スカンソープ・ユナイテッド、ハリファクスタウン、リーズ・ユナイテッド、リンカーン・シティ、マンスフィールド・タウンと共にミッドランド・リーグでプレーした。このリーグでは、シェフィールド・ウェンズデー、 バーンズリー、ノッティンガムフォレスト、グリムズビータウン、ハルシティのリザーブチームもプレーしていた。1920年、カッスルフォードは FA カップの2回戦に進出し、ブラッドフォードパークアベニューに2対3で敗れた。カッスルフォードはウェルドンロードでプレーしていた。クラブが閉鎖された時、グラウンドはラグビーリーグチームに引き継がれた。 カッスルフォードには二つのグレーハウンドレース場があったが、どちらも現存していない。一つ目は、ホーイットウッドにあり、1939年から2011年までレースが開催されていた。二つ目は、リバーガーの北岸、ロックレームの東に位置していた、カッスルフォードスポーツスタジアムで、収容人数が1500人と、わずかに大きかった。ありがとうございます。